皆さんこんにちは、レイヤータイの河合です。高梨です。遠藤です。今年、1年、ね、ありがとうございました。ありがとうございました。本当にいろんなことがありましたね。あったね。何やった？秋口さん卒業。卒業したね。はい。あとはもうあのお引っ越し、ね。そうだね。ね、会社の、はい、すごく広々としたオフィスで、ね、撮影もなんか全然画角が変わったというか、うん、すごいいいあの環境をいただいて本当に感謝してます。ね、ありがとうございます。ありがとうございます。皆さんのおかげでございます。遠藤さんはどうですか今年？いやでも本当にいろいろあった年だったなと思います。はい、まあ。もう言っちゃったけど、そうです、移転もしましたし、はい、まあ、いろんな人とも出会いました、はい、で、いろんな人とお別れをしました。竹口元気かな元気ですかね、はい、でもね、すごい、いろいろ経験したいい年だったかなと思います、はい、ね、YouTube もね、1年間ずっとね、やってこれたので、まあ、それがね、一番良かったかなと思います。そうですね、やり続けるどうだ、YouTube でね、うん、個人的には牛乳を当てられなかった。スイッチ出てきたね。滝口の代わりになりたいらしい。そうですね、そう、中身は本当にスイッチが入ると、ね、人が変わったような演出できます。横で見てるとまつげ長くて遠藤さんも長いです。俺も髪型もちょっと似てますけど、ちょっと来年 の、 あのこのクレニアンダイチャンネルはちょっとエンジニアにこう寄せた、エンジニアにフォーカスを当てた、はい、ものをちょっといろいろ撮っていきたいなと思っておりますので、来年も、楽しんで見ていただけたらと思います。はい、では今年もありがとうございました。ありがとうございました。ありがとうございました。来年もよろしくお願いいたします。お願いします